まさにね、それが例えば、まあ、そのきっかけがどういうふうなことで生かせたのかっていうのが興味深いところであるんだけれども、そこに行った時にまずその悩みを抱えてたのが、まあ、ちょっと区別差別されてたっていうね、ちょっと落ち込んでるみたいな。そこにこうやっぱりその最初は対誰かとか、なんか対のその対象になってるのが、それがお姉ちゃんとかね、お兄ちゃんとかだったのが、もうそこに行った時に対象がなんか重力とか、そうですなんかね。対峙するのがなんかすごいこう、なんかこう事象な的なもの、人ではなくてっていうと人間って強くなるよね。そうなんでしょうね。その横を見るか、こうその外を見るかだと思うんですけど、こう同じ土俵の上に乗っているようなライバルをね、いつも横を見て生きている。地上にいるとどうしても、ライバル会社だったりとか、同じそうことをやっね。ているような、あるいは国だったりとか、横を見て、生活をすると思うんですね。あるいはこう陣地の取り合いだったり、縄張りの取り合い、マーケットの取り合い、いつもだけど、上を見た瞬間にもう無限に広がってて、でそこはもうそっちに進んでいくためには横ぶつかり合ってる場合じゃないんですよね。手を取り合ってこっちの方向にどうやってこう進んでいくかっていう意識を持たないといけなくなってくると思うので、その意識の方向性が変わってくるんだと思うんですね。そういうお子さんたちというのが将来的にね、日本にこう多くなってきて、そこには一つの確固たる、まあ、哲学とはまではいかないかもしれないけど、こう型みたいなね、そこに教育っていうのが出てくると思うんだけど、日本独自の教育があって、人に迷惑をかけないとかね、まあ、そういうその、やっぱり日本に生まれてきて、世界の国々の手本になるようなところってたくさんあると思うんそでれすはあけれるどと思もうんですね。ね。で、その今言ったように、そういう体験、稀有な体験によって、それが教育の中の上に乗っかった時に、一人でも何でもできる、自分が自信を持って何でもできる、そういうお子さんがね、たくさんなったらね、すごい国になるんじゃないかなって今一瞬思ったんですよ。そうですね。隣でこう、なんかだから、いじめってね、すごくそれの最たるところにあって、いつも隣だけ見てるじゃない、ではなくて、もう一人でも目的に向かっていけるっていう、そういう子供が大きくなった時にすごいなんか強い。そうなんですよね。みんなが一緒っていう、教育だったりとか、そういう、こうグループを作ると、そこから外れてる人が仲間外れになるっていう、要は例えば50人いて49人みんな一緒なのに1人違ったら、その人は仲間外れになると思うんですけど、その例えば48人みんなバラバラなのに2人だけ同じっていうふうな人がいたところで、48人みんな違ったら、その同じことが逆に変になったりとかするじゃないですか。そうね。で、一人一人がみんな違うことをやってる。そういうことだよそういうね。こと。そうやって一人一人が自分のその強さだったり取り柄だったりを持って、そこに慢心するっていうことをできるこう世界ができたら、すごく強くなるんじゃないかなと思うんですそうですよね。もうまさにそういう意味で、まあほら、宇宙の中にはいっぱい星がありますよね。カーッとね、どんだけ広いかってちょっと想像もつかない。そうじですゃあ、ね。その広さっていう概念自体があなた古いわよっていうのかもしれないし、まあこう無限なんでしょうけれども、そこにたまたま一つの、まあね、青い地球があって、そこに生まれてきて、でもそういうスケールで考えると、本当になんか真で物事を捉えれそうだでそうすですよね。ね。その宇宙の広さっていうのは本当こう広くてね、地球が例えば、なんて言うんだろうな、太陽の周りを回ってるこう一つの星なんですけど、太陽の周りには他にもね10個ぐらい惑星があって、で、その太陽っていう光る星を中心に地球があるわけだけども、その太陽中心になってる太陽みたいな星が、太陽の隣にも太陽みたいなまた星が離れたところにあって、でそれがいくつも星がいっぱいこう。ね、空を見ればやっぱり見えるんですけど、その星たちっていうのは、僕らが見てる星っていうのはほんの一部で、その星が、集まって、銀河っていうこう渦巻いている星の太陽みたいなのがいっぱい集まってる銀河っていうのがあるんですけど、その銀河の中に2,000億個の太陽があるって言われてるんですね。
2000億個でそれがこう渦になってそれぞれの重力でバランスを取りながら一つのこう、まあ、島みたいになっていくと。でその隣にアンドロメダっていうまた別な銀河がある、うん、そこにも2000億個の星がまた太陽みたいなのがある。でもうそれはすごく遠いんですね。だからこう僕らが見てる星っていうのは自分たちがこう所属している銀河の中にの自分たちの周りにある星たちしか見てないわけですね。アンドロメダっていうのはもう離れすぎちゃってるから1個の点にしか見えないんだけど、そこに2000億個の星がある。で宇宙にどれだけそれの銀河があるかっていうと1000億個の銀河が浮いてるそうなんです。ちょっとね、もう想像つかないでしょ。想像つかないけどね、うん、それだけ星があると、うん、1個の銀河に1つの生物がいたとしたら、うん、1000億種類の生物が宇宙にはいるっていうぐらい、うんうん、星もあるし生物もいたりとかして、で地球があってそこに生物地球の生物たちがいるみたいな状態を考えると、よく宇宙人はいるんですかとか、うん、こう質問を受けるんですけど、うん、いないって考える方がおかしいでしょっていうふうになる、うん、それはここ場所は中目黒でいうんですかね、中目黒に、の住民しか地球にはいないって思い込んでるみたいなぐらい、同じですよね、うん、ありえないでしょ、ありえないですね、うん、ぐらい、あるいは地球上に人間しか生物がいない、うん、魚みたいなのも鳥みたいなのも、うんうん、いろんな生物が地球上にいるのに、日本人しかいない、あるいは人間しかいないみたいな風に思い込んでるみたいなもので、証明はできてないですよ他の、要は遠すぎて見えないので、うんうん、ただ、それは原始時代の、要は海の向こうに何があるかが分からない人が、その先に人がいるのかいないのかが分からないという状態と同じで、行ってみたらそこには間違ったりとかもっと進んだ文明があったということと同じだと思うんですね、うん、そういうことっていうのは、まあ、宇宙まで意識を広げちゃうと本当にもう地球っていうのは本当そこで争ってることとか考えてることっていうのは、一つの家の中で兄弟喧嘩してることだったりとか、あるいは兄弟で助け合って生きてるとかいう状況と同じなんじゃないかな、うん、ただ単にこのロマンという話